というわけで、えっと、しょっぱなからあの質問というかアンケートを送りますけども、えっ、ー、と、経済規模っこ GDP の一番大きい国はどれですかっていうのを今アンケートで出しました。いったかなあ、いったいった。はいはいはい。で、これをちょっと答えていただいてから話を始めようかなと思ってたりしますけども、はい。 えっとねあの GDP って言われるその国の経済の数字を全部足した数字でどれが一番一番大きいですかっていうのであの一応この3つの国で今ロシアと韓国とブラジルっていうのを挙げたんですけどでその中であの一番大きいと思う国をあのクリックしていただけるといいんじゃないかなと思います。あの ま、さっきのやつ、ゃんね、あの、ネタバレしてる人は、あの、気にアンケートスルーしていただいていいと思うんですけど、あれちょあの、さっき、その、僕、あの、日経テレ東っていう番組で、あの、ちょこちょこ喋ってたんで、それを見てなかった人がいるんじゃないかという手で一応アンケート答えなんですけど、はい。アプリにアンケート出ない。ア,アプリだとアンケート出ないのかなえー、あ、そういうものなのアンケートってこれ、PC だけしか出ないの。えー、あら、なんかじゃあ、結果出ない人もいるらしいんですけども、 というわけで、じゃあ一応結果を出しますと。えーと、これで結果出るかなドン。はい。えーとですね、経済規模の一番大きい国はどれですかえーと、1番ロシアの49%で、2番が韓国の36%で、3番がブラジルの13%になりましたと。 でさっ、まあの,その,先の日経テレ東でも多分みんな同じような認識なんだろうなと思ったんですけどあの正解は韓国なんですよねあのロシアと韓国って、えー、とロシアが1億4,000万人ぐらい人口がいてで韓国が5,000万人ぐらいで人口の規模でいくと韓国3分の1なんですけど実は経済規模でいくとロシアより韓国のが経済規模大きいんですよ。 でブラジルとロシアで比べるとロシアの方が上なんですけどロシアとブラジルの経済規模ってほとんど変わんないぐらいなんですよ。なのであのその核を持っていたりとか日米冷戦っていう言葉のおかげで割とそのロシア超大国っていうイメージをあの日本の人は持っているけど、まあ、ロシアとウクライナの人はもどうなのかなと思ってちょっと確認したくて日経デルタ大学で聞いたんですけどなので実態としては実はブラジルレベルの国なんですよ。 その、あの、ま、南米の中では一番でっかいし、まあ、あの、経済規模もそれなりにあるんですけど、まあ、でも、言うても、所詮ブラジルじゃないですか。なので、その程度の国なんだよねっていうところが、多分、あの、ロシア人自体も間違えてるし、周りの人たちも間違えていて、で、もちろん日本人も間違えてるっていうところが、なんか、今回のその、ロシアがウクライナに行っちゃった問題と、周りの反応になんか原因があるんじゃないかなという気がしたんですよね。 ちなみにあの、えっ、ー、と、1人当たりの GDP でいくと、あの、今その国の規模としての GDP って言ったじゃないですか。だから世界で一番経済規模でかい国はアメリカですよ。で、2番目が中国ですよ。で、3番目が日本ですよってなってると思うんですけど。で、じゃあ、あの、1人当たりでいくと、どれぐらいの規模かっていうと、あの、例えば1人当たりでいくと、日本人って大体平均年収400万円ぐらいって言われてるんですけど、で、えっ、ー、と、じゃあ、 コメントで書いてもらいたいんですけど、一人当たりで行くと、ロシアは中国より上だと思いますか下だと思いますか要はその、十何億人の人口がいて、経済規模がめちゃくちゃでかい中国っていう国があるんですけど、 で、じゃあその、ロシアと中国、一人当たりでいくと、上か下かって、上、下、上、下。なんかすげえバラバラだね。<laughs> 下かな、上かなっていうので。でね、一人当たりの GDP でいくと、順位でいくと、中国、マレーシア、ロシアなんですよ。なので、あの、マレーシア以下なんですよね。一人当たりでいくと。 で、中国ってすげえ金持ちもいるしけど、まあ,あ、あの、一般の民、あの、その国民のレベルとそんなに高くないよねってあるんですけど、その、実はマレーシアとあんま同じぐらい、っていうかマレーシアより下なんですけど、っていうので、その、まあ、1億4000万人いて、人口は多いんですけど、じゃあ、経済規模でいくとブラジルレベルで、で、国民1人当たりでどれぐらい稼いでるのかっていうと、マレーシアレベルなんですよ。っていう国を、 そのなんか、世界の超大国だと思い込んで扱うっていうのが、なんか、そもそもの今回のその、なんか、ロシアの問題のズレなんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。で、その、ロシアの人たちっていうのは、言うてもロシアってやっぱりすごかったよねっていうので、その、まあ、ソ連っていう時代はすごかったんですけど、で、その強い時代に戻りたいっていうのが結構あるっぽいんですよね。で、それをやろうとしてて、で、その、プーチン大統領が、 結構経済的にもうまくいってた時代があってでロシアすげえじゃんっていうのでロシア人のプライドも割と高い状態ででただそのうまくいってるじゃんって見えても外から数字で見るとそのブラジルレベルで国民一人当たりでいうとマレーシア人とあんまり変わんないレベルでもなんかその世界の超大国としてどんどん頑張んなきゃねっていうので割とその まあ、な,なんとか頑張らなきゃいけないというふうにプーチン大統領が思い込んでしまってであのプーチン大統領ってネット一切使わないらしいんですよで基本的にはその秘書とか周りの人が持ってくる情報っていうのを見て情報判断する人っぽいんですよねでその多分持ってきた情報の中にウクライナの人たちには あのロシ,ロシア派の人がいっぱいいますよっていう情報があってでそれを解放すること自体がロシアにとってもいいことだしウクライナにとってもいいことだよねっていう情報を多分丸々信じちゃった気がすするんですよねあのここら辺の話が、まあ、あの僕 Twitter でもちょこちょこ書いたんですけど。 あのプーチン大統領実はちょっとあの頭おかしくなってるんじゃないっていう説が結構あってパッキンソン病の症状なんじゃないのみたいなのであの今日そのお話をした神戸大学の岡部先生も言ってたんですけどその冷静な判断力がない状態でであの表情からでいくとそのなんかちょっと目がうつろな状態になってるところででその自分の過去の執着だったりとか っていうのに、あのまああの執着しがちなんですよね。パキスタンの首相の初動の人がでマクロン大統領がその話をした時もその彼が孤立してるっていう表現をしたんですよね。 要はその彼があの持ってる情報っていうのが多分その周りの側近たちが上がってくる情報でその広く周りの状況が理解できないっていうのが多分マクロ大統領フランスのマクロン大統領が5時間プーチン大統領と話したんですけどでそれで多分気づいちゃったんだと思うんですけどあ、この人ちょっと情報偏ってるねっていう で、でもそれが偏ってるっていうのがわからないのは多分もうその阻害されてる状態で孤立してるので、もう自分の周りの側近の話だけ聞いてる状態で、で、ロシアっていうのは偉大な国なんだって言って頑張ろうとしてるんだけど、実態としてはブラジルレベルで国民一人当たりでいくとマレーシアレベル、神戸学院大学の岡部先生すいません。っていう人が、あの、起こしちゃったやらかし案件っていうのが、 割となんか角度が高いんじゃないかなっていうのが僕の現段階で見た時のあのなんかあの一応あの一,一時的な結論です。別に僕はそのロシアの専門家でもウクライナの専門家でもないのであの間違ってるかもしれないんですけどただなんか見てる限りはやらかし案件なんじゃないかなという気がしててで、まあさっきの放送でも言ったんですけどあの頭のいい人の出番が少ないんですよね。 そのプーチン大統領がやるぜって言った後も頭のいい人がいればそこの周りでフォローしてあの結果的に頭のいいあの行動が見えてくるはずなんですけどあの、えー、とロシアの在日ロシア大使館の人が一応 Twitter やっててで今回ウクライナを攻めた理由っていうのが書いてるんですよね。まずその、えー、とウクライナに住んでるロシア人が虐待をされていてい で、えっ、ー、と、ウクライナが、あの、ナチ化していると。まあ、ナチ、ナチっていうか、その、ドイツのナチス党っていうところで、ヒトラーっていう人が出てきたんですけど、で、その、そのドイツのナチス党は、ウクライナを蹂躙して、ウクライナ人的には、めちゃめちゃあいつら嫌いっていう状態で、で、ドイツのナチス党っていうのは、ユダヤ人を虐待したんですけど、あの、ウクライナの大統領、ユダヤ人なんですよね。なので、その、なんか、ユダヤ人の大統領が、ユダヤ人を、 迫害するナチス的な行動をしてるっていう、ちょっとひどく理解に困るようなことをプーチン大統領が発表していて、で、それをまあ、その政府の機関もそれそのまま流してるんですよ。まあ、プーチン大統領が言ったから流さざるを得ないんだと思うんですけど、まあでも普通に考えて、いや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 、ちょっと論理的に成立しなくねっていう話なんですけど、もうそれを止めることもできないし、で、 仮に頭のいい側近がいたら、あの、わかりましたと。じゃあ、あの、でっち上げる理由は適当に作るんで、あの、うちらで理由作るんで、ちょっと、あ待ってもらっていいですかっていうので、その、ナチカみたいな言葉を使わないで、その、政常を安定させるためとか、ウクライナがその西側の軍備をされると、その、モスクワが攻めれる可能性があるからとか、もうちょっとなんか、理解可能な論理を持ってきたと思うんですよ。でも多分、その理解可能な論理を持ってくる側近もいないし、それを代わりに発表できる人もいないっていうのが、多分、その、 微妙な、そのなんか、あの、声明が出てしまった原因だと思ってるので、なので、その頭のいい周りの人もいないけど、でも、プーチンに逆らうことができないという状況で、ずっと突き進んでるっていうので、どちらかというと、北朝鮮に近い状況なんじゃないかなというのが、一応僕の今、外から見てる感じの、の情報を判断したところで言ってるんですけど。 でそのプーチン大統領があまりに権力を持ちすぎてしまったせいでそのプーチン大統領に逆らう人たちが暗殺されてしまったりとか逆らう組織が潰されてしまったりっていうのがあってでそこであの竹林をする人たちっていうのもいてなのでそのプーチン大統領に弓を引く政治的権力っていうのがほぼないんですよね。 なので、その憲法改正もして、あの、ま、プーチン大統領が、あの、何十年でも大統領できますみたいなのをやっちゃったんですけど、まあ、今でももう20年ぐらい大統領やっちゃ大統領とか首相とか、まあ、政治権力持っちゃってるんですけど、っていう状況で、なので、逆に行くと、プーチン大統領には正しい情報が入らないので、あの、いくら世界中が戦争反対とか言ったとしても、あの、聞きゃしないと思うんですよね。 で、その、ロシアは偉大な国だと思い込んでるし、で、プーチン大統領を支持してる人たちは、その、テレビを信じてるので、で、テレビはまあ、プロパガンダしか流さないので、その、テレビしか見てない高齢の層の人たちっていうのも、その、プーチン大統領が言ってることは正しいし、ロシアはうまくいってるって信じてたんですよ。これ信じてたって今、過去形にしたんですけど、あの、えっ、ー、と、もともと2014年の、 あの、クリミアをロシアが占領したときに、あの、ロシアの、あの、その、えっ、ー、と、なんかその、独立系の調査機関が、プーチン大統領を支持しますかみたいな世論調査をやって、で、80%の人がプーチンさんを支持したんですよ。で、その、まあ、内戦的なことをやって占領したっていうのもあって、やっぱりロシア強いよねっていうのがあって、で、そこが、あの、割と支持率のピークで、 で、そっから、あの、ロシアが年金改革を始めたんですよね。で、今、ロシアって、女性だと55歳から、あの、年金もらえるんですよ。で、ロシアの平均年齢が73歳とかで、で、まあ、年金ができた当時は、平均寿命43歳とかだったらしいんですよ。なので、まあ、平均寿命43歳で、プラス12歳から年金もらえるっていうんだったら、まあまあ、普通だよね、と。 なので、あの、日本で行くと平均年齢が87歳とかで、じゃあ99歳から年金もらいますとかだったら、まあ全然ありだよねっていう設定の年齢が女性55歳なんですよ。ロシアで。で、女性55歳から年金出し続けてたら、それは国家財政持たないよねと。で、経済的にうまくいってる国であればいいんだけど、経済規模でいくとブラジルレベルなんですよ。で、ブラジルってあの、お金がないからコロナ対策もしなかった国なんですよね。 ではそのコロナ対策をしようとして、じゃあそのなんかあの対策して飲食店にお金を払って閉店してもらうとかできないし、その病院になんかあのじゃあ設備にお金かけることもできないから、コロナ対策しません好き勝手に死んでくださいっていうのをやらかしちゃった国なんですけど、っていう国と経済規模変わんないんですよ。で、その年金の支払いがずっと金額大きくなってて、で、あの軍事費とあの社会保険の費用、年金とかの費用を足すと、 国の予算の30%がするらしいんですよ。 まあ日本も結構年金の割合でかいんですけど、そうは言っても、その国の予算の3割が軍事と年金ってもうやべえじゃないですか。もう残り7割ぐらいでなんとか国回さなきゃいけないとか、ど道路とかね、警察とか、消防とか公務員とかっていうぐらいで、もうお金全然ない国なんですけど、2014年以降にお金ないから年金改革しなきゃっていう状況で、経済制裁食らったんですよね。あのクル、あのクリミアを奪ったっていうので、で、 どんどん経済悪くなってってっていう状況で一発逆転しなきゃいけないよねっていう状況が今のそのロシアとプーチン大統領というところなんじゃないかなというところではいなのでその年金改革をやらなかったっていうそのやろうとしてちょっとあのひよって55歳を60歳に変えたりみたいなことやってるんですけど っていうので、その、ロシアの人たちが、プーチンさんが何とかしてくれるんじゃないかなっていうのを期待してて、で、まあ、テレビだけ見てる人たちっていうのは、プーチンさんが言ってることは正しいと思ってるし、プーチンさんは何とかしてくれるって信じてるので、ずーっと投票を続けて、で、それのせい、まあ、あの、背中を押される形で、ウクライナに攻めたっていう状況なんですけど、で、今日その、岡部さんっていう、あの、神戸学院大学の先生談担当したんですけど、あの、 そのロシアとしてはウクライナを占領してキエフを陥落し首,、ね、首都を陥落してでそこにあのロシア政府の傀儡政権を作るっていうのが、まあ、一応ロシアとしての目的であろうとでその外交での話し合いをしますよって言ってるんですけどで話し合いの条件としてはそのウクライナ人が全部武器を捨ててロシアの言いなりになるんだったら話し合いをしてもいいよっていう要はその完全に霊俗しますっていうのであれば話し合いをしてもいいよと。 でもそのウクライナの人たちって思った以上に俺たちやる気っすっていうのでめっちゃ戦ってるんですよね。で結構思った以上にあのウクライナの兵隊強かったっていうのであのアメリカ曰く今のところ占領された都市はないらしいんですよ。なのであの結構前線してるらしくてでロシアの兵隊がもう3500人とか死んでるらしいんですよね。 であの、ロシアの兵隊が19万人そのウクライナの周りにいてで10万人半分ぐらいがもうすでに攻めてきてるんですけどでその中で3,500人死んでるってなるとロシア的にも別にウクライナ敵だとそんなに思ってないし別になんかウクライナを殺してなんとか俺奪うぜっていうモチベーションも全然ない状態で。 プーチン大統領に、お前ら攻めろって言われて言ったら、100人のうち3人死ぬっていう。っていうところで、ロシア兵めっちゃモチベーション低いんですよ。っていうところで、あの、長期戦になりつつあるんですよね。まあ一応、キエフもまあ時間の問題で陥落する。まあ頑張ってはいるんですけど、多分時間の問題で陥落はしてしまうと思うんですけど、やっぱりそのせ、あの、兵隊のその連動だったり、人数だったり、その兵器の規模の問題で、キエフは一回落ちると思うんですけど、ただその、 あの、ヨーロッパ側の方も、さすがにウクライナにその兵隊を送ることはできないけど、あの兵器を送るのはできるよねっていうので、で、そのオランダとかフランスとか、あの兵器を送るぜって言ってたんですけど、あの、ドイツがひよってたんですよね。あの、ドイツが、あの、もともとその核、あの核、核、核で原子力,原子力発電。 があの嫌だよねっていうので原子力発電ロシアやめますって言ってで代わりにその風力発電とかやりますって言ってたんだけど風力発電じゃ全然電力足らんよねっていうのがあってでじゃあ,あのロシアからガス買いますっていうのでロシアからバンバンガス買ってたんですよでロシアからバンバンガス買ってあのまあ高いそのガス代でなんとか電力回してたんですけどヨーロッパだからいやいやドイツお前ちょっとロシアのそれ買うの良くないんじゃねっていうので で、でも、その、ロシアからガス買わないと、さすがにドイツ経済回んないよねっていうのがあって、ロシアには強いこと言えないっていうのがあって。で、その、じゃあ、オランダとかじゃあ、ロケットを送りますとか、なんか兵器を送りますって言った時に、じゃあ、その、ウクライナにドイツがどんな兵器の支援をしたかっていうと、なんかね、ヘルメットを5000個とかだっけ送るみたいな。<laughs> 要は、他の国は、その、兵隊は送れないけど、兵器は送るんだけど、ドイツはなぜか、ヘルメットいっぱい送りますとかって言ってて、いやいやいや、それないでしょ、みたいな。 っていう状態だったりしたんですけど、はい、っていうのだったんで、で、その、あの、まあ、その軍事的にも一応ヨーロッパとしては兵器を送りますっていう状況になってて、で、あの、今ヨーロッパがやろうとしてるのが、あの、国際銀行間取引でスイフトっていう行動を使って取引をするんですけど、で、それを止めようっていうのをやろうとしてるんですよね。昔あの、インが、あの、イランがあの、核開発をしたときに、 その、えっ、ー、と、スイフトって何かっていうと、あの、国際銀,間銀行で国銀、国際銀行間取引をするときに、例えばじゃあ、アメリカのウェルズファーゴっていう銀行が、その東京三菱銀行にお金を送るっていうのをやるときに、その東京三菱銀行とそのウェルズファーゴで、元々別に連絡先とか全く持ってなかったら、どうしていいのかわかんないじゃないですか。じゃあ、100万円送りたいって言っても、その100万円をじゃあ、物理的にどうやって送るのと。 で、なんか、じゃあ、それを別の銀行経由で送るのとか、結構めんどくさかったんですけど、その、ベルギーで始めたスイフトっていうので、もう、スイフトに登録している銀行は、すべて、あの、その、登録している銀行の口座を、その各銀行で持ちましょうと。 なので、スイフトで今に、に何だっけ、500個、もっとあるかな ?2000 個とかかななんか2000個ぐらいの、そのに、あの世界中の銀行が登録してるんですけど、で、じゃあ東京三菱銀行の中で、その2000個の口座を作ってくださいと。 で、その、じゃあ、ウェルズ・ファーゴから三つ、東京三菱銀行にお金を送るときは、その、お互いの口座で数字減ったとか数字増えたとかっていう、数字のやりとりのメッセージだけでやって、実体にお金を動かすっていうのは、別にやらないでも、その、要は、じゃあ100万円送ったよ。じゃあそこでウェルズ・ファーゴの口座から100万円引きますとか。で、じゃあ今度、あの、1万ドル買うよって言ったら、じゃあ1万ドルの分を動かすっていう形で、数字のやり取りをやるだけで、国際銀行間の取引ができるっていう仕組みがめっちゃ流行ってたんですよ。 それがスイフトって言うんですけど、で、そこのスイフトを止めようぜっていうんで、イランで成功したので、今回もじゃあロシアに関わるもの、ロシアの銀行のスイフト全部止めてやろうぜっていうのを、アメリカとヨーロッパが言い始めようとしたんです。で、ところがどっこいドイツがまだ反対して、あの、要はそのドイツがロシアからガスを買ってるので、いやいやいや、それはやりすぎだよっていうので、反対してるんですけど、どうやらドイツも折れたらしくて、 なんかその来週とか近日中にそのスイフトの制限が入ると。で、そうするとロシアの会社って海外送金めちゃめちゃ難しくなるんですよ。要はそのお金が送られるかどうかわからないからロシアの会社との取引なんて怖くてできねえよみたいなことになっちゃったりするので、なのでスイフト止められると結構きついよねっていう状態で、で、日本も及び腰なんですよね。あの日本の今の液体ガス LNG の10% くらいが今ロシアかなあそう日本のその電力をあの構成してるうちのガスのか日本のその電力構成費のエネルギーの10%がロシアさんらしくてなのでそれを止められてしまうと日本の電気代も上がるよねーっていうのがあったりしてなのであの日本もそのスイフトを止めるっていうのはお呼び腰みたいな状態だったりするんですけど。 なんで今これダラダラ喋ってるかっていうと、あの僕がなんかいろいろとりあえずあの、なんかこうだよねっていうのを僕があのこういう情報ありますよって言って、で結論がどうだかわかんないんですけど、少なくともこういう状況とこういう情報ですよっていうのがあの皆さん聞いていただいて、あのこの後、あの世界がどうなるのかっていうのを想像していただけるといいんじゃないかなと思って、ダラダラと喋ってます。はい。で、あの結局じゃあそのさっき言ったようにそのプーチン大統領っていうのが、 あの引くとかその負けを認めるっていことができない状態で戦争がロシアが負けを認めることができない状態で戦争が終わるパターンって2つあってまずウクライナが負けを認めるパターンであのウクライナの国国の中でウクライナ国民が戦う気満々の状態でウクライナが白旗を上げる可能性ってだいぶ低いっぽいんですよね。 その、ウクライナの人たちが、もともとはそんなに戦わないんじゃないかなと思ってたら、結構みんな武器持ってレジスタンスになるぜって言ってて、で、それなりに検討してるんで、ウクライナが折れないと。んで、そのヨーロッパの他の国々にはどんどん武器も送るし、じゃあ今日本からでもウクライナの兵に、あの、あのウクライナの軍隊にあの送金とかできるんですけど、で、三木谷さんとかが10億円送るっつってるんですよね。あの、楽天の三木谷さんが。っていうのもあって、実はウクライナ結構やる気満々で、世界中の支援が来る状態なので、そこそこ長持ちしそうなんですよね。 で、ロシアはやる気は全然ありませんと。で、お金もありませんと。っていう状態で、ずっと長期的に続いた場合に、ウクライナは負けを認めないし、ロシアも撤退しないってなると、もう一つのこの戦争の終わるパターンって、その、ロシアのプーチン政権が崩壊するっていうパターンなんですよ。 じゃあその、プーチンとしては負けは認めないって言っても、ロシア人が、いやそのロシアの会社とかが海外送金できなくなりましたとか、ガス買ってくれませんとかで、じゃあ俺たちその食い物買うこともできねえじゃんとか、必要なもの買えないじゃんってなると、あれプーチンのせいじゃねえみたいな、そもそも俺たち別にウクライナに攻めたいなんて言ってねえしっていうので、プーチンに読み聞く人たちっていうのがロシア内で増えて、結果的にそのプーチン政権崩壊っていう状況になって、まあそれがクーデターという形なのか、 その2年後の選挙なのかわかるんないですけど、多分2年は持たないと思うので、で、辞任もないので、多分その議会がか、えっ、ー、と、大統領に対して弾劾みたいなことが、ロシアって可能なんだっけ多分無理なんだと思うんですけど、知らないですけどね。なので、多分その、あの、クーデターに近いような形でプーチンさんが追いやらす、追いやられるっていうのが、えっ、ー、と、一番あり得る形のロシアとウクライナの戦争の終わり方なんじゃないかなと思ったりするんですけど、 で、あの、今回のタイトルが、あの、北方領土が戻るチャンスの巻っていうのにしたんですけど、あの、もともとその、くな島、エトロフ島とか、あの、カラフトと呼ばれる地域って、あの、日本の領土で、日本人だったり、まあ、あの、アイヌ人の人たちが住んでたんですよね。 で、あの、第二次世界大戦が起きた時に、その、まあ、あの、アメリカと日本がドンパチャしたんですけど、で、原爆が日本に落ちて、で、これはもう日本終わりだよねっていう段階になってから、ロシアが、あ、俺も参加するっすって言って、あの、日本に対して戦線を布告して、北方領土だけ持ってって、で、あ、俺たち勝ったっすっていう状態にして持ってかれたんですよ、北方領土 で、まあ、あの、カシバ泥棒という表現がよくされるんですけど、まあ、でも結果としてはま、持ってったよねと。カシバ泥棒でも何でも持ってったよねと。で、その、話し合いで北方領土が戻ることっていうのは100%ないんですよ。その、領土を、あの、減らすという交渉をしてはならないという憲法をロシアは作ったんですよね。確か憲法改正して、法律じゃなくて。 なので、その、なんかあの、安倍首相が話し合いで二党返還みたいなのをやろうとしたみたいなんですけど、憲法上話し合いで北方領土を返すのは不可能なんですよ。で、あの、今回のそのウクライナ、ロシアの戦争の結論が出そうになって内戦が起きた時に、日本の自衛隊が北方領土を実力で占領して、 で、そこはもうここは日本ですよって言った場合に、多分ウクライナでの戦争も維持できないので、今更シベリアより先の北方領土までロシア軍は兵隊送れないと思うんですよね。なので、あの、まあ、日本の戦争はその1945年に終わったんですけど、多分60年ぶりかなんかの北方領土が取り返せるチャンスだと思うんですよ。 なので、あの今から自衛隊がいかに北方領土を取り返すかっていう訓練をしてあのロシアが崩壊した瞬間に北方領土に、まあ、あの自衛隊がわーって乗り込んでいってここもともと俺たちの国だからって言い張るっていうのをやればいいんじゃないかなってう思うんですけど、まあ、ただ岸田首相にそんなガッツはないと思うので多分起きないと思います。はい で、あの、ま、そのもう、ロシア人が住んでるところを、その日本が取り返しても、なんか可哀想じゃんとかって話になると思うんですけど、あの、ロシア人の住んでる人が、あの、いることと、その国土がロシアなのか日本なのかって、また別の話なんですよ。なので、もう、今日からは日本ですよと。ただし、今住んでるロシア人の人は、今まで通りそこで暮らしてもいいですし、別に今まで通りビジネスをやってもいいですと。ただし、通貨としては、この日本円を使ってくださいと。 で、あの、郵便だったりとか、その法律機構っていうのも、その警察機関とかも日本がやりますよと。なので、ただ、あの、別に普通に今まで通り、そのなんか、あの、日本の法に触れない範囲であれば、商売していいですよってなって、多分その、日本のカニの値段めっちゃ下がると思うんですよね。あの、日本で流通しているカニのなんかね、3割ぐらいがロシアから違法に持ってこられたものらしいんですよ。密漁ってやつ。 あの、一応ね、なんかロシアからカニで買っていい量っていうのは法律上決まってるんだけど、あの、どう考えてもそれ以上の量のカニが日本で流通してるんですよ。で、それがあの、いや、違法で取った密量と呼ばれるやつなんですけど、で、その部分っていうのが合法的な形で多分あの、カニとか鮭とか取れるようになるので、 あの日本としては海産物がめっちゃ安くがなるし、で、その北海道とかも、要はその、カラフトだったり、北方領土で取れたカニだったり、その魚だったりっていうのを加工する産業っていうのが北海道で、まあ根室とかでやられて、で、それが日本中で動き出すっていうのがあって、割と景気も良くなると思うんですよね。なので、あの、なんかすげえいいチャンスなんで北方領土取ればいいんじゃねっていうふうに僕は思ってるんですけど、っていう、あの、酔っ払った時しか言えないような話をしています。はい。 結果的に丸山さんと同じようなこと言っちゃってるんですけどね。核を落とされるぞ。えっ、ー、とですね、あの要はそのプーチン政権が崩壊している状態で核を落としたとしたら、多分ロシアがなくなっちゃうんですよね。で、あの、その、えー、と東西冷戦っていう言い方をしていて、要はその、 あの、冷戦って東西冷戦って言い方をしたじゃないですか。でも、東と西ってどこなのって、日本人って第二次大戦が日本とアメリカの戦争のような誤解をしてるんですけど、あの、もともと第二次大戦何なのかっていうと、ヨーロッパのロシア対ロシアじゃない側なんですよ。まあ、世界だとあの、ドイツとかもいるんですけど、なので、その民主的国家であるヨーロッパの他の国々と、そのロシア ドイツだったり日本だったりっていうその数十国っていうところとの戦いでなので,そ,のでそれが大事以外なんで,すよ、ね、でそのあもロシア対ソ連ねでソ連が崩壊しましたってあとも NATO っていう形でそのヨーロッパの人たちっていうのはロシアはずっとその敵であるっていう認識なんですよ。 要はその、NATO、あの EU ができました。で、そこでアメリカが軍隊を送って、NATO っていう形で、その軍備をずっと維持し続けてるのはなぜかっていうと、ロシアが敵だからなんですよ。 で、その、実態としてはもうその、経済規模でいくと、ブラジルレベルしかないロシア。で、ただ核を持ってるから、何やるか分かんないよねっていうところを、まあ、と戦うために NATO っていうところの規模がどんどん増えてって、最初 NATO って加盟国18カ国ぐらいだったんですけど、そのうちそのバルト3国が入ってきたりとか、東側のポーランドとか入ってきたりとか、あ元帰りだっけで、あの、ウクライナも入りたいみたいな感じで、どんどん国が増えてるんですよね。なので、その、実はヨーロッパって仮想的国ロシアなんですよ。 なので、ロシアがどんどん縮小していって、規模が小さくなることっていうのは、ヨーロッパの、その、あの、えっ、ー、と、利益という意味でいくと正しいことになるんですよね。 ではそのヨーロッパの国も、あの、その他の、まあ、例えばフランスでもドイツでも別にそこまでうまくいってるわけではないので、なんとか権益をもらって利益を上げたいと。で、そこでロシアがボロボロになって崩れてくれて、そこの権益が取れて、例えばじゃあロシアのガス電が取れるとか、じゃあそのロシアのパイプラインを俺たちのものにできるぜってするんだったら、超絶お得じゃんっていう状況ではあるので、その核を撃った場合、多分ロシアって壊滅させられると思うんですよ。 あの、イラクって壊滅させられたじゃないですか。アメリカによって。あの、なんか、大量破壊兵器があるよねっていう嘘を言われて、で、じゃあ、あの、アメリカ含む多国籍軍っていうのがイラクを従林して、で、その結果、あの、多国籍軍が行ったら、あの、大量破壊兵器なんてなかったんですけど、で、とはいえ、そこでじゃあ、あの、イラクをボッコボコにして、で、じゃあ、ここの利権を分けようぜ、みたいな状態になっちゃったんですよ。 っていうので多分ロシアに対してもヨーロッパはそれをやりたいんじゃないかなというふうに思っているのでなのでその北方領土を日本あの日本が北方領土を取った場合核が撃たれるっていうのは多分ヨーロッパにとっては御の字で要は核を撃ったような国なんてもう整形にさせる必要ないよねボッコボコにしようぜっていうところで多分ロシアが本当にバラバラになっちゃうと思うんですよね。 で、プーチン大統領がその弱体化して、じゃあ政権、その力を持ってない段階で、次の人たちが核を撃つほどの覚悟はないと思うんですよ。なので、北方領を取っちゃった方がいいんじゃないかなっていう話でさす,すいません、話が長くて。